listening to Talk To Our Star. One more thing. We would be grateful if you can add two hashtags when you publish posts about the event in social media. They are Otomachi and Memorial Rebirth. Thank you. 8年もやってくると、1つのことだけでなくて、3
思ったときにいいかななんて思って、そういうちょっと安易な発想からこういろんなふうに転化してきたのがこのシャボンアプリなんですけど、でそれをこうどん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 発酵させて北千住の盆踊りができました。で今年は初めて、西新井の新しい曲で盆踊りを作っていますので、ぜひとも皆さんでその歌を歌いながら一緒に踊っていただければいいなと思っていますので、恥ずかしがらないでください。恥ずかしい人、恥ずかしい人は捨ててあげないですよ、いいですか、踊れる人手挙げてください。全員上がらないですね。足立区の西新井の人は引っ込み思案ではないですよね。踊ってくれる人手挙げてください。じゃあそちらの方踊ってくれないんですかこちらの方もちょっと少なかったようですよ。じゃあみんなで踊ってくれる人、声で踊ってくれる人、はい、ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。 Thank you very much. We would like to welcome Choi San and Tomizuka Amy San。 谢谢您，接下来我们将现场交给昵称 Choi San 的副总惠美小姐。ありがとうございました。ここから昼の部の進行はチョリさんこと富塚恵美さんにバトンタッチします。それではチョリさんお願いします。はい、チョリです。皆さん、集まってくださってありがとうございます。今日は、踊り手の、西にキッズボンダンサーズの皆さんが皆さんのお手本として、園の中心で踊ってくれますので、踊りがわからない人はその人たちの踊りを見ながらぜひ初めての方も踊っていただけたらと思います。じゃあ、踊り手の皆さんちょっとお立ち台に乗っていただいて、皆さんでまずは踊りの振りの練習をしましょう。いきますよ。皆さんちょっときつかったら動ける幅に広がっている。まずは右手を、右手、左手、両手を右斜め上に上げてください。でそこで手首を翻します。周りぐるっと手首を翻します。反対側も同じように左側にしてふんわり。これはシャボン玉がいっぱいこれが出てくるので、そのシャボン玉をこうくるむような形でこれに手首を返してください。最初ふんわりふんわり。次は考えるポーズです。こう顎のところに手をやって、そうそう右手を顎とします。でその反対側は左側、続けるとふんわりふんわり考えて、そうこれはシャボン玉をもうずっと眺めるような感じで、その次壁塗りと呼んでいますが、こういうポーズです。そう手をしっかり伸ばして、で反対側も壁塗り、壁塗り、その後は上からフってきた、上から順々に刻みながら、そう、下ろしていきます。頭からいきますよ。右斜め上、せーの、ふんわりふんわり考えて、壁塗り、壁塗り、フってきた、ここまででもう半分です。あとは両手をグーに軽く結んで胸の前でワク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 。次は指を刺します。右斜め前、左斜め前、右斜め後ろ、左斜め後ろ、この順です。続けると前前後ろ後ろ。で最後1、2の3と足踏みしてジャンプで後半行きますよ。ワクワク、これはシャボン玉がいっぱいあるので、その中のどれを潰す